メとロナウド大揉め対談の意向を表明。ロナウドとの不仲が原因で、わずか1年で退団することに。サウジアラビアシアウサットは情報筋が明らかにしたところによると、セネガル人のアルナスル選手であるサディオマネは、一チームのキャプテンであるポルトガルのスター選手ロナウドと別れたいという理由で、クラブを退団したいと考えているという。アルナスルクラブは、セネガル人のマネが今夏の移籍期間中にチームから離れることに、条件付きで同意したとのことだ。スーパースターのマネはめぐっては他のサウジアラビアクラブがオファーしているが、今後は欧州のクラブも獲得に乗り出す模様。攻撃陣の強化を目論む古巣リバプールへの待望論も現地では上がっており、今後は争奪戦が繰り広げられそうだ。滝がいた頃は人格者かと思ってた。ロナウドも相当エゴは強いプレイヤーだが、これまでチームメイトが悪く言うのは聞いたことがない。バイエルンだけじゃなくてアルナスルでも揉め事を起こすならリバプールだっていらないだろ。もうクロップもいないんだし。また揉めたのか。年俸高くてわがままビッグクラブで欲しがるところは皆無だと思うけどね。リバプールは竹一筋です。間もなく決まるだろう。正直言ってもオトもあんまり仲良かったとも思えないし、そもそも前線より必要なポジションあるからマネはいらないな。ロナウドもマネも中東のストレスだろうな。それにもしてもサウジ行ったはいいけど帰りたい選手が増えてるね。数年我慢すればオイルマネーがたくさんもらえるのに、それさえ無理ってよっぽど劣悪なんだろ。リバプールを出てからどこも長く続かないですね。リバプールもさすがに再度獲得するようなことはないでしょう。クロップって偉大だったんだな。